海老名始発の相鉄本線特急小川町行きは2023年3月に誕生予定の土休日にのみ運転される長距離直通電車である。今回はこの電車に関する衝撃的な事実を見つけてしまったので、急遽皆様に報告して行こうと思った次第である。早速だが、この特急小川町行きは終点までに種別変更を3回する可能性が浮上してきたので、今から見て行こうと思う。特急小川町行きは海老名を午前5時14分に出発し、大和を5時21分に、二俣川を5時28分に、西谷を5時32分に出発し、新横浜線に入る。7分後の午前5時39分に東急との接続駅である新横浜に到着。東横線の相鉄直通列車は全車急行なので、ここで最初の種別変更を実施。そして急行に種別変更をし、わずか1分の停車時間で新横浜駅を出発。新綱島、日吉の順に新横浜線内は各駅に停車して行く。日吉から東横線に入り、そして注目していただきたいのは東部のプレスに記載されている朝課題到着時刻である。これを見ると新横浜駅から朝課題駅までは1時間8分かかっており、日吉駅からでも1時間ジャストくらいであることが見て取れる。しかしながら、現行ダイヤで日吉駅を5時54分に出発する急行小川町行きはこの区間を54分で走破しており、若干の所要時間のズレが発生。それを考えると、東横線内を急行として走り、渋谷から先の副都心線内では各駅停車として走る可能性も高くなってきているのである。もしも仮に副都心線内を各駅停車として走ってしまった場合、この電車は新横浜、渋谷、和光市で種別変更を実施することになる。そして相鉄線内特急、東急線内急行、副都心線内各駅停車、東上線内快速急行のとんでも列車が誕生し、全国の鉄道ファンに注目されることになるだろう。いずれにせよ、今後の各社からの詳しいダイヤ発表を待ちたいところである。